牧野康成は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、古代大名、徳川氏の家臣。はじめ三河国牛久保城主、後上野国王御藩書大藩主。官位は、十五位下、馬野城。本説は特に中期のあるものを除き、関西住州諸家不牧、第364、聖和源氏主流、牧野の康成の功を参考に記述している。 A69 年、牛久保上主であった父、牧野重貞の病死を受けて11歳で医療を、相続する。その際に、一族の牧野坊と医療争いとなるも、徳川家康の承認と講演の結果、生元を退け相続に成功した。争いの原因の一つに、安成が今川氏の人質として一両年身柄拘束され、牛久保に不在であったことが挙げられる。 徳川家康に仕えた後は、その東三河旗頭である、堺中寺に属し、天正3年の長篠の戦いなど、家康の主要中市線の多くに参戦して、武功を挙げ、また、家康の指示により天正年間は、諏訪玄城、広国寺城、正木都城、長久保城と諸城を在番し、家康の東海道平定線に寄与した。その功績により、 天正16年4月までに、十五石も馬の城に、上位、イ、任官、この時の口、線で、生は源氏を称制した。また、天正18年、家康が関東に数を違法されると、上野国王後に二万国の所領を与えられ、大名に列した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠軍に属して、真田正幸が守る信濃国上田城攻めに参加した。 徳川方のガリデン働き阻止をめぐる偶発的戦闘で、安成は友軍の危機を救援することを命じたが、これが白攻めにまで発展した。しかしこの白攻めは秀忠に無許可で、しかも結果は惨敗であったため、安成はその攻めを問われた。直接指揮をした部下のニエ家紋を切腹させるよう命じられたが、安成は自ら攻めを追うとして、これを拒否した。 着難の忠明も、この命令に逆らい、逃げらを伴い出奔したため大いに秀忠の怒りを買い、安成は、上野国東に実況処分となる。牧野隊は、真田方の策に気づかずに、安成、忠明不死の指揮のもと、上田城下に攻め入っており、家臣たちの助けで危うく、難を逃れた。旗奉行の逃げ家門は、主君の失態の身代わりとして、 切腹を命じられていたとされる。その後、慶長9年に徳川家光が誕生したことによる恩赦で処分が解かれ、大御藩二万国に戻った。ただしこの間、お家取り潰しの状態ではなかった。この時より、公家ごとは弱子、忠明に任せて王御に歓挙し、そのまま慶長14年12月に死去した。法名は、月勝因伝前。 天気を誉れ坂へ干徳大古寺。装置は、群馬県前橋市、堀越町の浄土、宗洋林寺。師女は三男四女実名に、祖父の名を用い、貞房と称した。武功により、徳川家康より偏記として、安史寺,寺を配慮という。今泉正蔵、中岡の歴史第一巻12から13ページ、今泉正蔵。 中岡の歴史第1巻17ページ、関営書家系図伝の編者中によるとする、豊川市、2011年、372ページ、及び、安成の現時昇政時記は、天正16年の15位も馬の常任官の際の、口千案とする、豊川市、2011年、374ページ。ただし、牧野市及び牧野安成は、徳川栄康に、 先祖代々仕えた普代の家臣ではなく、家康が桶狭間の戦いの後に、岡崎に自立して、三河を平定していく過程で、その軍事的圧力に屈して征服された経緯を持つ。はじめ牧野康成は、堺中治配下の東三河の国中の一人とされて、家康、普代の家臣団とは、区別されていたが、大御意のこの時に、普代大名に礼したものである、今泉正蔵。 長岡の歴史第1巻21から22ページおよび188から189ページ今泉正像、長岡の歴史第1巻24から25ページの添付経図とその中期によるありがとうございます。